じゃあ確定申告の続きやりましょう。いや、大変だ、これ。はい、ワード2、いつかいらっしゃい。これ、大変だわ、ほんと。はい、ワード2。はい、ワード2。こんなに。こんなにあるとは思わなかった。アラビックヤマト買ってきたわ。はい、タイマー。アラビックヤマトの海苔を買って、さらに領収書を増やすっていう この負のスパイラル。領収書を整理するための海苔なのに、領収書がまた1枚増えるっていう負のスパイラルだよ。ホーリー少年いらっしゃい。はい、ワードズ。はい、のんたいらっしゃい。はい、さくらいらっしゃい、ワードツー。こんなにノリ使うと思わなかったな。これでしょ、みんなが言ってたやつ、懐かしいって言ったの。のりの方がやりやすいかな。あ、スティックのりの方がやりやすさはあるな。あ、懐かしい。学校の授業を思い出すよ。懐かしい。ワドじゃなくて、ナマポで無職の時は確定。え？ナマポで無職の時は、え？日本語がおかしくない？ちょっとわかんねえわ、何言ってんのか。ごめん、日本語を正しく書いてくれ。はい、ただいま、ゴンだ。あ、ゆきさんはどつ。ナマポで何も仕事をしていないとき、確定申告できないからね、収入がないと。うん、確定申告の準備ですね。書類の整理です、簡単に言うと。レシートとかをファイリングしてます。じゃないともうぐっちゃぐちゃだからさ、見づらいから。大変だよね。上と下だけでよくないのにつけるの。いや、なんかもうくしゃくしゃにしちゃってるから、折り曲げてるから、あとこういうのビッタビタにやりたいんだよね。きっちりやりたいの。当たれたりしたら嫌だから、きっちりやりたい人なんです。そこがまあ僕のアスペたるゆえんなんだけど、きっちりしないと嫌なんですよ。アスペっていうか、これ多分 ADHD の特性なのかな。これは3月6日。収入あって確定申告してない人はたくさんいるよね。いや、いるんじゃないの？いるけど、納税の義務を果たしてないから、憲法違反だけどね、それは。
いっぱいいるんじゃないかな。だいたいね、その年収2000万超えたあたりから丸さが動くラインって言われてる。もう丸さはあの年収多い人じゃないとその人件費使えないじゃん。脱税してるやつなんか5万といるわけだから。だいたいね、大きく稼いだら気をつけろって言われてるよね。和道さん血液型 B 型ですね。ちなみに僕は血液型占い全く信じてないです。はい、わかつ。ハミマルポンズアジサイだし。だってさ、税金払ってくれってさ、2000万収入あって税金どれくらいだろう。やっと500万、ん ?1000 万、んどれくらいだろうな。まあ、半分ぐらいか。やっと税金取れるわけじゃん。マルサとかもさ、でかいの相手にしてないと、国民が怒るでしょ。公務員で給料もらってるわけだから、税金で。でもまあ、こういうのはきっちりやってった方がいいと思うけどね。一日何時間？ 4 時間だね、俺は。新しいフォロワーさん紹介します。まんまるさんフォローありがとう。のんちゃん今日いない。はい、お疲れ。りゅうかさんいらっしゃい。はい、お疲れ。まんまるさんフォローありがとうね。中国でも1月ぐらいでやっちゃうのが一番いいんだけどね、本当は。早めに終わらせよう。最終日大変だったかな、前回。なんで3月までなんだろうね。それがよくわかんないよな。風船10個ありがとう、ハチ。神経質っていうか、うん、いい意味でっていうか、まあ、いい意味と悪い意味、日本語は両方とも作れるけど、俺は神経質だね。几帳面とも言えるし、かっちりしてないと嫌なタイプだね。先ほど DM ありがとうございます。曖昧な情報ほど下手な文面。え、俺 DM なんかしてないよ。何 DM って。俺 DM なんかしてないよ、龍華に。え、何 DM って。え、 DM って何。俺 DM なんかしてないよ。誰か別の人っていうか、あれ何、ああ、そういうことか。はいはい。どうもどうも。そういうことか。あの、イベントの件ね。便所太郎さんの。あ、小手半が違うから分かんなかったわ。あれ、龍華さんなんだ。便所太郎さんのスタッフって。はいっす。いや、便所太郎さんのスタッフさんとやりとりしてた。それが龍華だったんだって。うん。その何、書面どうするとか、あの窓口になってたの。そういうことか。俺男だと思ってたわ、あのウェブ担当って。
い、わかつニコッシーさんいらっしゃい。実は女だった。レシート、レシート、まあ領収書とレシートだね。意外とあのデブモテるんですね。いや、スタッフでしょ。え、ていうか俺別にウェンジョーさん普通にモテると思うよ。いかつい鶴瓶。普通にモテるでしょ。モテ要素ていうかあれだよ、人気のある人はモテるよ。だってさ、1万5000人ぐらい、2万人ぐらいフォロワーいるわけじゃん。で、半分ぐらい女の子なわけでしょ。その中に好きだっていう人いると思わない？確率論的に。っていうかまあ、まず前提として好きだからフォローするわけだから、2万人に好意を持たれてるわけじゃん。で、恋愛として好きだっていう人、その中にいっぱいいるでしょ。普通だと思うけど。配信者はモテますよ。ADHD の人は作業が終わるまで話すらできない。俺はね、あの昔そうだったね。話しかけたらわーってなるタイプだった。今は克服しましたね。子供の頃はもう全く、過集中になるとそれダメだけど、飲んだんがよくそれで怒られてる、怒鳴られてる。怒鳴るっつうか俺はええっていうことが多いね。聞こえなくなっちゃう。はい、ワード2、ホーリーおじさんいらっしゃい。e-tax でできるよね。うん。でもまあ、あの、俺は確定申告行くの結構楽しいんだよね。現場に行くといろんなおっちゃんと話したりとか、何やってんのとかが面白い。並んでる時にね。飲んだん？リスナーさん。オフ会で出会った。配信者オフパコの嵐。いやー、まあみんな結構やってるよね。てか女の方がやってるね。この子は絶対やらないだろうっていう子に限ってやってるよ。女配信者えぐいよ。てかノリすぐなくなるなこれ。やべえな。ノリ5本ぐらい必要だわ、これ全部やるまでに。甘く見てたわ。本当は鏡みたいにニコ生チャンネルやったりオープンレクやった。オープンレクって儲かるの？課金システムあんの？チャンネルは難しいよ、あの審査が厳しいから。コネがないと無理だと思った方がいい。でニコ生の運営から嫌われてっから俺。やっぱスティックのりの方がいいな。放送順、放送順用だから、エブ抜け出せぬ。何言ってるか全然わかんないよ。ちゃんと打ってくれ。
私はフリーエンジニアでその片手間で、あ、そうなんだ。自分はニコ生のチャンネルって課金してまで見ようと思わないんだよね。そこだよね。だからあれ意味ないと思ってる俺も。っていうか、あの、前払いは怖い。ふわっちは後払いなんだよ。要は面白いことやって頑張ったからワードアイテムあげるよっていう構成だから、クレームになりづらいけど、ニコ生ってさ、先払いだから、要は500円とか1000円分の仕事しないと文句が来るでしょ。要は、その、返せ、金返せになるわけよ。俺はそれが嫌だね。うん。責任っていうかさ、そんな保証なんかできないじゃん。面白いコンテンツであるっていう。ね、うまくいくかどうかなんか配信やってみないと分かんないんだから、企画って。俺はそういうの嫌だね。失敗した。わあ、ワドはフワッチで宣伝して起業家みたいな方が向いてる気がする。いや、全然俺、起業家だと思ってるけど。全然今、仕事中な気分だけど。もともとコンサルとかもやってたからね。中学生の娘に課金してチャンネル見たいって言われてるんですが、どうなんでしょうか。いや、まあ、全然、いいんだ。親がニコ生とか好きで、娘には見るなっていうのはちょっとおかしいよね。調子いいから生ポ抜け出すそうだね。いや、もう抜けたけど。1月1日に抜けたよ。ニコシ。もう生ポじゃないよ、俺。今年の1月1日に抜けてる。ありがとう。ああ、子供には価値のあるものに。いや、あのね、それはね、親のか間違えた考え方だと思うよ。自分の子供をね、ちゃんと育てようとか、良い生活を送らせようっていうのは親のエゴなんだよ。そう。あのね、子供なんてほったらかしでも育つし、うん。あの、ろくでもないことになってね、絶望感来るよりね、自由にさせた方がいいよ。こんな子に育てたつもりはないとか言い出すから。子供なんかほっといても育つんだから。あ、ごめんね、エミちゃん。あの、個人的なやりとり、ここでやめてもらってもいいかな。エミちゃん、ごめんね。ツイッターでやろうね。リプは別に禁止してないけど、ゴンダも謝った。すまん。うん。
おでんツンツン男不起訴。ケンジとかがくだらねえって思ったんだろうね。あ、でもまあ不起訴相当だろうね。まあ妥当だと思う。あ、不起訴。いや、書類送検まで行くと思ったんだけどな。不起訴はさすがにないだろう。不起訴。なんでだろう。精神障害かなんかだったのかな。不起訴。書類送検じゃなくて？なんだろう。不起訴。なんでだ。不起訴はちょっとおかしいね。なんだろう。変な案件だね。基礎。マジか。え、牛丼混ぜ男は 牛丼男の方は、あっちは死刑になってもいいと思ってるけど。絵描きさんの相方さんが羨ましい。娘も絵描きになりたくて基礎を学び始めました。いつも油絵主体で描いてる。油絵食ってくの難しいかな。絵描きは食ってくの大変よ。漫画家になった方がいい。漫画家に。日本の漫画はもう億万長者になれるよ。幸福の科学に出家した。おには全然いいんじゃないの、なんか逆になんでそんなニュースになってんのかがよくわかんないんだよね。すげえプライベートな内容じゃん。トム・クルーズだってさ、思いっきりサイエントロジーっていうさ、バリッバリのなんつうの、新興宗教やってるわけだし、全然いいと思うよ。宗教って全部最初は新興宗教でカルトだからね。あとどれくらい？いや、3月分でこれだから、1ヶ月分で1時間かかってるから今日はこれで終わりにする。あとこれだけある。いい専ん上場訴訟人。ああ、そうそう。別に俺は他人に迷惑かけなければ、セックス教団だろうがカルト宗教だろうが何でもいいと思ってんの。別に極端な話、洗脳されて騙されたとしてもいいと思ってんのね、本人が幸せなら。それって騙されたことになってないから、本人が望んでるなら。だって、じゃあお守りなんで買うのって話になると、お賽銭なんで入れるのって、お守りに効果あるって現代科学で本気で信じてる人なんていないわけじゃん。おみくじが当たると思ってないわけじゃん、理性では。でもそう、日本の文化として残ってるわけで、それはあんな非科学的なものだって分かってるわけだから、何でもいいんだよ。確定申告、マイナンバー必要らしいよ。なんか俺も分かんないんだけど、今年から必要だって言われたっていうコメントがあった。でも俺は税理士じゃないから、その辺自分調べて。レッドブル飲むか。どっち飲もうかな。2本買うとステッカーもらえるっていうから2本買ってきたんだけど、どっちがいい？俺はこっちが好きだけど、どっち飲もうか。履かなくても特に問題なかったよ、去年までは。去年までは問題なかった。カルトって、違うよ。リリコバーさん違うよ。カルトって厳格な定義があるんだよ。だから日本人って間違って使ってるんだよ。カルトってもともと、どういう言葉かっていうと、ローマ法王がいるでしょ？で、
なんだっけ、あそこ。すごい小さい国、なんだっけ。オレンジ一番うまいよ。じゃあ、オレンジ飲もうか。なんつったっけ、あそこ。カトリックの。ローマ法王がいる。なんつったっけ、あそこ。すごい小さいところ。バチカンか。バチカンが定めたのがカルトなんだよ。バチカンがこれはキリスト教的にアウトですって言ってるのはカルトの。だから日本の禅とかも含まれてんの。日本の禅僧ってあるでしょ？座禅組む禅。あれってバチカンにカルトですって言われてるんだよ。カルトだから近づかないようにって警告がちゃんと出てんの。こういう間違った思想を取り入れないでくださいってバチカンが言ってるんだよ。で、日本人からすると、えって感じだよ。うん、そう。だから結局、キリスト教的にどうなのかなんだよ、あれは。要は友好的？要はこの宗教はキリスト教の考え方に似てるので、その信仰してもいいですよって決めてるかどうかな。そう、禅僧だよ。だからスティーブ・ジョブズがいかに異端だったか分かるでしょ。要はアメリカでヒッピームーブメントが起こって、禅とかを若者たちがやりだしてカルト認定されちゃった。日本人はね、宗教について疎いからね。宗教解説枠ちゃんとやりたいね。宗教教えてあげるよ。茶道やってたから禅も若干入ってるわ。まあ日本は禅の教え入ってるでしょ。っていうか、日本人の最もすごいところって何でも道にしちゃうんだよ。ラーメン道とか寿司道とかもちゃんとあって、もともとただお茶飲むだけから始まってるわけじゃん。花を生けるだけから、それを生きる意味まで昇華させることができるの、日本人って。そこにその人生観とか思想を埋め込むのって得意なのね。だから寿司の職人さんとかもさ、そういう感じじゃん。寿司をただ握るね、もともとはさ、出前でさ、魚と握って売ってたただの屋台だったのが、伝統文化まで変わったでしょ。日本人はね、道にするのが好きなんですよ。思想を埋め込むのが好きな。でもね、そこが宗教が発達しない大きな理由の一つだとも思うよ。仕事に対して真面目だから。本来それは宗教家の役割じゃん。日本人の宗教観を説明するのは海外で最も困るよね。お前の宗教何なんだっつって、みんな無宗教って答えるから、みんなギョッとするわけよ。海外で無宗教っていうのはさ、もう本当に、なんつうんだろう、マイノリティだからさ。今入団しませんかっていう勧誘周囲から多い。どう断ろうか迷います。いや、断ろうか迷いますって言ってる人は断ってないだけなのね。いや、嫌われたくないからそういう心理になってるの。入りません、二度と来ないでくださいっていうことが言えないの。だからつけ込まれるのよ。俺はっきり言えるもん。あなたの思想は間違ってますって。入るわけありませんよって。だからあなたのことを個人的に嫌いじゃないから付き合いはしたいですけど、私はあなたの宗教を軽蔑してますってはっきり言える、これは。だから個人的な付き合いにとどめてください。もし二度とこの後勧誘するようでしたら、訴えますと。警察呼びますって。それが言えないんだよ。報復の科学って知ってますか？知ってますよ。あれは何ですか？もともと官僚だったんだよ、大川隆法って。で、めちゃめちゃ頭いいんだよね。そう。それで、なんか始めたのが、要は、ハッピーサイエンス。要は、宗教を科学しようみたいなことを、教義にしてる団体でしょ？仏教系じゃなかったかな？神道系じゃないと思ったけど。あれで仏教なんだから、むちゃくちゃだよね。日本って、仏教か神道じゃないと、新興宗教の許可が下りないんですよ。だから、無理やりね、仏教系にしてるんだと思うけど。
ビタ工芸とか仏教と何の関係もないからね。あ、だからその日本の法律的に許可が取りやすいようにね、絶対仏教か神道かキリスト教、キリスト教でも取りづらいね正直。まあ今は昔より通りやすいのかもしれないけど、そういう裏事情があるんですよ。あ、俺でもニコ生も、ニコ生とかこういう放送も宗教だと思ってるからね。何ら宗教、宗教的だと思うよ。アイドルも宗教だと思うし。和道と神道って似てるよね。似てないと思うよ。幸福の科があるエルカンターレ像300万で買わないかって言われた。へえ。ネクさんいらっしゃい。集金の科学って言われるぐらいビジネス能力がすごい。へえ。海外から日本は神道じゃないのって聞かれると説明すごい困る。アミニズムだって言えば多分伝わると思うよ。だからインディアンとかの、だからね、日本って宗教学的に異常な国で、あのギリシャ神話とか、あと、インディアンとかの思想あるでしょ。要は世界的にはもう滅びちゃった宗教が未だに残ってんのが日本なんだよ。要は神話の世界と宗教の世界がリンクしちゃってんだよね。それって結構あれだよ、世界的にも珍しいんだよ。だから日本人ってさ、あの卑弥呼とか天照大神が同一人物だっていう認識もうなくなっちゃってるな。古事記が聖書みたいなもんなんだよあれ。だからね、あれですよ、 GHQ で戦争で負けてね、ボロボロにされた結果こうなっちゃったんだよ。要は学校で宗教を教えられなくなるとこうなるってことね。だから倫理観に日本人は欠けてんの。何でもありになっちゃったんだよ。いただきますを説明するとって半笑いされたりする。そう、で俺外人に面白いって言われたけど半笑いはされなかったよ。日本人すげえって言われたよ。お前牛を牛食うのに命、人間と対等だと思ってるんだ日本人って、って言われた。日本は法律っていうか、俺は、日本は拝金主義になったと思うよ。大体が。資本主義とかさ、共産主義ってもともと宗教だっていう考えがあるんだけど、要はね、あれですよ、お金が全てみたいになってると思うよ。俺は拝金主義あんま好きじゃないからさ。なんか世の中金が全てだよってどうやってるやつ見ると結構クスってくる。お花畑だな。芸能人がいきなり幸福の科学に出家したからびっくりしたねえ。
でもこれが仏教のお寺だったらどういう評価だったのかっつったらこんな騒がれなかったと思う。神道の巫女さんとかさ。そんなに売れてる芸能人じゃないでしょ。むしろなんか今回ので騒がれてるのが一番のデビューぐらいの芸能人だと思ってるんだけど、俺は。違うの？聞いたことない名前なんだけど、売れてる人なの、もともと。オウム真理教のせいで。あ、オウムはね、国家転覆させようとしてたからね。違約金が10億ぐらい。10億なんて余裕で払えるでしょ、オーカービューフォー。余裕でしょ。何、事務所とのってことでしょ、違約金。発した金ですよ、大川隆法先生からすると。あ、忘れてた。聞いたことないよね。はい、お疲れ KP。 店やってる時にこれちゃんとやるべきだったな。みんな自営業の人、これからは毎日領収書つけるようにしよう。もともと家が幸福の科学を信仰してる人だったんですかね。そうでしょ、そりゃそうでしょ。いきなり幸福の科学入らないでしょ。もともと信者だった可能性高いと思うけど。在と出家するって言葉使わないでしょ。いや、もともと私は在家ですっていう意味だから、あれは。9割はゴミっていうだけあるか、大川隆法。9億はゴミ？9億ゴミって言ったの。変態仮面でヒロイン。あ、そうなんだ。へえ。B 級映画のヒロインできるぐらいの実力あんだ。じゃあ前田敦子と同じぐらい有名なのか。幸福の科学に入ったってぐらいの衝撃。
何で、なんでこんな騒がれてんの？そこが全然意味がわかんないんだけど。何がどう衝撃なの？何も衝撃を感じないんだけど、俺は。へえで終わりじゃん。なんでこんなグダ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 言われてんのかが全然わからない。本当にまるでわかんない。日本人の感覚が。何なの？どこに面白さがあるの？このニュースの。みんな俺と同意見か。別にって感じだよね。超どうでもいいニュースだよ。規模の反応別に悪くないはずだけど。あれかな？携帯で打ってんのかな？携帯だったらあり得るね。ベッキーの不倫の時ぐらいどうでもいい。ベッキーの不倫なんかさ、あんなのさ、叩く理由ないじゃん、一般人に。っていうか、ベッキーにファンなんていないっていうのが俺の主張なの。ベッキーはもともとファンがいない芸能人だったのに、裏切られたとか言って。まず信じてねえだろ、お前、ベッキーのことっていう。ベッキーの何も分かってないやつほどそういうこと言うかんね。幸福の科学と事務所の言い分が真逆だからどっちが嘘ついてるのか。そういうことか。喧嘩してんのね。まあほら、芸能事務所ってほら、裏、ヤクザじゃん。ヤクザっていうか、まあヤクザだな。ね。戦争が起こりそうなんでしょ、多分。要は宗教の方がやばいのか、ねえ、ヤクザの方がやばいのかっていう。iPhone だ、iPad か。あの事件はファンがいないからアンチがおらんかった。アンチがおらんかったっていうかね、人のこと叩けるのは無責任だから叩けると思ってて、どうでもいいから人のこと叩くことができるっていうのが、俺はネットの世界の見解。知らないやつほど出しゃばるっていう。で、ネットの世界の面白いところって、サイレントマジョリティとかいろんな言葉で表現できるんだけど、要は沈黙は同意見って意味なの。普通の会話だと、うんうんとかそうだよねとかあるじゃん。違うんだよ。沈黙。要はネットの中で何もレスポンスがないっていうことは、その人の意見に同意見ですっていうツールなの。で、ネットっていうのは反論の時にバーってコメントとか走るツールなのね。で、反論があるっていうことは、そのことを知らないから反論してることの方が多いんだよ。この頃引退する芸能人増えてるし、その上出家とか言ってるから騒がれてる。出家ぐらいさせてやれよな。まあ、広告、報復の科学としてはいい宣伝になってるだろうね。サムラゴーストが今思うとどうでもいい。てかもうあれ、フェイク見たけどかわいそうだよ、あれ。俺、サムラゴースト大好きになったもん、フェイク見て。あれね、テレビのね、売り出し方が違ってたら、サムラゴーストテレビのお茶の間の人気者になってた可能性高いよ。超面白い愛嬌あるおっさんだよ、サムラゴーチ。めちゃめちゃ可愛いから。で、サムラゴーチ事件の真相とかもすげえ面白くて、一人のジャーナリストが炎上させてんだよ、あれ。サムラゴーチを追い込んでいくんだけど。
でもなぜかフェイクの映画の出演は断ってるんだよ。それがすごい面白かった。こんばんは、テルタンいらっしゃい。腹減ったな。だからメディアっていうのは民意とかを簡単に誘導できるっていうのが、森達也さんの主張で、それがね、すごい面白い。要は、事実は事実なんだけど、そこだけをピックアップしたりとか、例えばさ、1年間取材をしましたと。365日1年間その人をカメラに収めてますと。だけど特定の一部分だけを抜いて30分番組を作ると、いかに偏った、こいつがいかに悪いかとか、いかにいいやつかとか、いかに泣かせるかとかってテレビの人間って簡単にできるのよ。それがすごい面白い。だからそのフェイクはサムラゴーチの全く逆の部分をどん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 やってくんだけど、こんなにも表現って変わるのかっていう。真相を追求しようじゃなくて、メディアってこういうもんですよっていうのを常にやってんの。それをメディア側の人間がやるから面白いよね。テレビもネットも炎上は見てると疲れる。バカほど声がでかいからね。映画の東京グールで人肉食べる役を思想的にやりたくなかったみたい。ああ、その子、その女の子はあれか、宗教観的、あ、そういう役柄があったんだ。ああ、まあそれは正しい判断じゃないの。でも事務所も辞めるっつってんだからいいじゃん。だってさ、特定の宗教を信仰しててその役 やりたくないっていうのは、別に普通アメリカの役者でも普通にやってることだから。日本人は仕事だからっていうのが好きなんだよ。仕事だからやんないとダメっていう。アメリカ人とかって仕事イコール奴隷業だから、権利をすごい大事にするのね。労働と、そのだから5時になったらきっかり帰るし、残業も絶対やらないし。日本人はね、仕事好きすぎるんだよ。仕事を神格化しすぎてんだよ。俺は仕事では人生変わらないと思ってるから。遊びだよ、やっぱ男は。遊びの中で、遊びは人生変わるから。仕事なんか真面目にやったらダメよ。労働階級の人はね、経営者は別よ。それよりもね、仲間と見つけて楽しく趣味に没頭した方がいいですよ。職場でさ、だって今の日本でさ、なぜあなたは働いてるんですかって言ったら 99% の人が食ってくためって答えると思うよ。 1% がやりがいがあるからとか、生きてくのが楽しいからとかさ、喜びを見出せてて、 99% の人は本当に食ってくためですって言うと思うのよ。まあでもそれは人類が始まってからね、ずっとそうなわけだから、それでいいと思ってるんだけど、好きなことがもしあるんだったらそれに没頭した方がいいよ。
好きなこと見つける時点で半分クリアしてんだから。仕事が生きがいって洗脳だよね。いや、経営者からしたらね、働かせれば働かせるほど自分が豊かになってくるんだから、それ楽しいだろうって話だけど、その経営者の考え方と労働者の考え方は絶対違うから、それは経営者は楽しいですよ。働かせれば働かせるほど自分が豊かになってくるんだから。だから経営者の本来の仕事っていうのは、その労働者に対してビジョンを見せること、この仕事やると生活が豊かになるよ、楽しいでしょっていうのが、俺は経営者の一番の仕事だと思ってんの。この環境にいたい、この職場が続けたいって思わせるのが。だからその顧客と労働者と橋渡しをする役目っていうのかな。デジャブさんいらっしゃい。聖書ベゾスだから労働は罰だって考え、そう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 、労働は罰なの。人間がおったら、それ、あの、業っていうか、業っていう言葉だと、原罪だね。原罪。要は、アダムとイブが犯した罪から労働って来てるの。ニコシーのね、言ってることは正解。いや、禁断の実を食べちゃった。知恵の実を食べちゃった。だから、神様が罰を与えて、本来は木の実とかがなってたんだけど、要は、エデンから追放されて、土地を肥やさないとダメになっちゃった。ニコッシーの言ってるのは正解ですね。それは現在です。風船ありがとう、高谷さん。労働は罰だからニート的な考え。だから西洋哲学が入ってきたらこうなっちゃったんだよ。今働くことが悪いことだと思ってるでしょ。日本人はもともと働くこと悪いと思ってなかったんだから、むしろ美徳だったわけよ、働くことは。だから日本人には西洋文化合わねえよっつってんのはそこなのよ。日本人は世界で最も豊かな考え方をしてた国民だったんですが、思想がボロボロになってますよ。てかね、日本人ってね、今ね、多分ね、若い子に聞いてもね、自分のこと白人だと思ってるよ、無意識に。ジャップっていうだけで、未だにジャップだよ。西洋人が見たら黄色い人種で、あの、全然猿だよ、猿。日本人がね、韓国人をディスる以下の存在ですよ。全然リスペクトされてないよ。白人だと思って生きてる。そう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 。全然対等じゃないから。だってさ、猿の惑星ってもともとさ、あれ、原作書いた人って日本に捕虜になってた人が書いてるの。あれ、猿の惑星って SF だと思ってる人いるけど、あれ日本人のことだからね、猿って。猿だと思ってたやつが高度な文明を持って襲ってきたって、あれ日本人のことなんでさ。もう超皮肉られてんのにさ、猿の惑星面白いよねってやっちゃうんだからさ、大丈夫かよみたいな。俺らのことディスられてんの、猿って言われてんだぞっていう。皮肉だよな。イエローモンキーですよ。風船プレゼントありがとう。
転職のたびに愚痴る友人に何て言ったらいいかもうわけわからん。愚痴言いたいのって、愚痴る友達と縁切った方がいいよ。愚痴る人俺全員切ったね。あ、愚痴る人ってもう癖になってんだよ。他人をね、他人に迷惑かけてる自覚がないんだよ。で、自分だけスッキリするでしょ。愚痴られてる方は残るじゃん、カルマが。だからね、そういう人間とは切った方がいいよ。あ、相談に乗ってもらいたいわけじゃなくて、愚痴なんていうものは自己実現できないやつが吐くもんだから。いや、そんな友人切りなさい。いざっていう時役に立たないから。テルチャンピンが放送してる、ずっとやってるでしょ放送。今日差別が嫌で戦争したってのが太平洋戦争だから、うん、パシフィックを。確かにあちこちに愚痴る相手探してるんだよ。そう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 、なんか聞くからダメなんだよ。なんか、あ、忙しいわっつって切ってごらん。その友達いなくなるから。そんなもんだって。で、そいつはただ自分の次の愚痴る相手見つけるだけだから。そんなことしてる余裕は僕にはありません。人生愚痴るやつがいたら速攻切るもん。あ、ごめん忙しいわ、バイバイっつって。俺だから愚痴るとかネガティブなやつのメールすらも読まないし返さないね、うん、速攻ブロックですよ。だってネガティブなことでさ、何か生み出せると思えないんだよ。愚痴る人間って自分の能力のなさを認めてないわけじゃん。なんで自分が評価されないのか分かってないんで、客観的に見れないんだよそういう人は。俺はどうでもいいですね、そういうのは。人のせいにばっかりしてる。ああ、なるよね。俺ネガティブ大っ嫌いだから、ネガティブなんていらないと思ってる。くだらないよね。人類はもうとっくに飢餓を克服してるんだよ、ね、動物に襲われたりしないでしょ。ネガティブな感情って危機管理能力だったりとか危険回避能力っていうことを知らないんだよ。現代社会でいらない感情なんだよ。のんたいらっしゃい。まあ、だってさ、ただで生きてても嫌なことって起こるのよ。それ嫌なことを掘り返す人間ってどう思う？バカでしょ。嫌なのが前提で生きてるから俺は。だから笑わないといけないと思ってるの。楽しいこと探す方に時間かけた方が絶対いいよ。ブロックリストに入れるのもうざくない？ブロックリストっていうか、俺はただポチッとボタンを押したらもうそいつと二度とコンタクトできなくなるから、リストに入れるんじゃなくてポンって押すだけだよ。削除。そしたらそいつが俺にいくらメール送ってきても俺は読まないわけだから、通知が来ないわけだから。人生っていうのは自分で切り開くもんですから僕にとって。いや、そういう人間となぜつるまない方がいいかって、そいつのためにそいつのことを否定するとすんじゃん。いや、君も悪いと思うよって。それが愚痴の火種になって、あいつにあんなこと言われたんだけどって愚痴がさらに拡散されるだけだから、結局いいことが一つもないのよ。ただうんうんって聞いてあげることしかできないでしょ。で、それは違うと思うよって一言でも言ってごらん。それが愚痴になって回るから。つまり百害あって一利なしなんだよ。本当にない。愚痴る人間とは本当縁切りなさい。本当に一理もないから。で、愚痴を聞いてあげるのは優しさじゃないから、甘えだから、嫌われたくないっていう。でしょ、わかるでしょ。ちょっとでも否定してごらん、絶対それが愚痴に変わるから、他の人にね。で、変な噂まかれるでしょ。そんなん友情でも何でもない、暇つぶしだから。あなたの暇つぶしに付き合う暇はありませんってはっきり言ってあげな。
やることある人はそんなことしないから。やることが決まっ、あのね、やることがね、決まってる人間って忙しいんだよ。ほんと時間がないんだよ。そう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 。あの、人のこととやかく言うやつって大体そうなの。自分にやることもなければ、夢もなければ、だから人のことばっかり気になって気になってしょうがないのよ。自分の目標を持って自分のやるべきことを明確に定めることがどれだけ豊かでどれだけ尊いことか。自己実現の喜びを知った方がいいですよ。上司の愚痴聞く時間嫌だ。俺絶対聞かないね。だからまあクビになるんだけど。俺上司ぶん殴ったこと何回もあるからね。社長ぶん殴った時はさすがにもうクビだなと思ったけど、20いくつの時だあれ、23の時社長ぶん殴っちゃって、時間の無駄、本当に無駄。生きてるのって有限だから、無限にあると思ってるのはさ、暇な人だけなんだ。やることがある人は時間がないんですよ、本当に。こんな人間なんか100年も生きらんねんだからさ、たかたか。本当に時間ないよ。他人の人生に干渉してるほどバカらしいことはないからね。仲間は別だけど。ぶん殴る和道がすごすぎる。いや、ムカつくじゃん、だって。社長だから何なんだよって話じゃん。はい、和道2。なんでこいつ偉そうなんだろうと思って。俺はお前のために働いてるんじゃなくて、俺のために働いてるんだわっていう。お前に命令される権限なんかねえわっつって。むちゃくちゃだよね、理論が。あるわっていう。教鞭ですよ、教鞭。絶対あるよね、社長には。給料払ってるんだから。ヘリクスこねてんのはこっちなんだけど。千年生きるっていう宗教の人来た。何の話？はい、わたつ、おちんちんいらっしゃい。はい、卵いらっしゃい。おっしゃ、もうすぐ終わるわ。もうこんな時間か。1000年も生きるの。俺100年ちょうどいいなと思うけどね。物足りないぐらい。殴れないから上司は調子乗って、そう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 、残業してほしかったら残業してくださいって頭下げないとね。やっぱり対等だからね。契約を交わしてるっていうことは社長が偉いとかじゃないから、労働者にも権利があるんですよ。業務をやる契約をしてるんでしょ。お金を払って時間を売って、別にね、社長の奴隷になるために俺働いてるわけじゃねえから、お前の私物じゃねえんだぞっつって思いっきりぶん殴った。まあ案の定クビになったけど、
よくやったな、つうか。よくやってないよね。よくやってないから生主になっちゃったわけでしょ。だから、俺の話は反面教師に聞かないとダメだよね。あ、そういう生き方すると生主でしか生きられないかわいそうな人なんだっていう、かわいそうな話だから、これは。痛いやつの話だから。あ、それしか仕事にできないんだっていう。わかる？絶対真似ちゃダメだよ、子供。かっけえじゃないかね。ダッサだからね。社長にペコペコするかっこよさ。社長に可愛がられるやつ、かっこよさ。嫌いな男なのにかっけえっすってごまするかっこよさ。明らかに間違ってることでも、さすがですわーって言ってついていくかっこよさ。そう。奴隷であればあるほどこの国では喜ばれるから。みんな立派な奴隷になってくださいね。僕には無理でした。しくじり先生って何？よし、2ヶ月分終わりました。よし、何食おうかな。新しいフォロワーさん紹介します。T ショーマイスターさん、フォローありがとう。給料は我慢料って言ってた友人。ああ、いや、正解でしょ。正解だと思うよ。自分のことが有能だと思うんだったら、ね、上司が無能だと思うんだったらだよ。仮に。起業すべきだと俺は思う。そう思わない？起業してそいつよりも結果を出すっていう、だ証明する方法がそれしかないから。だったら自分より優秀な上司を見つけるんだったらその人についていった方が楽じゃん。絶対そうだと思うよ俺は。だからその起業家気質の人もいればサラリーマン気質の人もいるから、それは見極めだよね、人生の。自分に何が向いてるのか。自分がどういう役割を持って生まれてきたのか。あ、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 それができるかできないかで自分の人生はだいぶ変わると思うよ。まあそこまで考えて生きてるやつはほとんどいないだろうな。サラリーだな、言われたことやる方が楽。そうそうそう、そうなんだよ。本当にそうで、向き不向きの問題なんだよ。本当に。考えなくていいわけじゃん。責任を負わなくていいわけですよ。それって楽だよ、やっぱり。自分に責任を負うって結構大変よ。スーツで短髪って時点でロボット人間作ろうとしてるよね。まあそうだろうね。ロボットっていうか、なんだろう。なんだろうな。日本ってやっぱりその成功することよりも失敗しないことの方が大事だから。だからチャレンジ精神なんか皆無でしょ。悪く言ってるわけじゃないよ。本当に。そういう、はじめまして。あ、どうもどうも、フォローありがとう。そういう国民性だと俺は思ってるけど。訴訟はいつくらいになりそうですか？傍聴したいです。ですね、まず正式な書面が区役所から届きます。で、3ヶ月以内に、不服申し立てっていうのがあります。僕の方から不服申し立てを、東京都に対して出します。
で、東京都が区役所に対して、監査を入ります。で、その結果次第で訴訟です。だからまだまだ先です。はい。まだまだ先ですね。バガありがとう。トレーニングやる？今日は確定申告やらないとやらないとだよ。ずっと放置してきたからこれ優先したけど。やる？トレーニング。やった方がいいかな？やりますか。なんかぶっちゃけるけど、ぶっちゃけていい？テルチャンピンのトレーニング見たんだけど、勝つよ。悪いけど。ぶっちゃけた話、ほぼ勝つなって思ったけど。あれ、わざとやってんのかな？ネタで。あれ、本気でやってんの？多分勝つよ。ていうか、下手したら大怪我するぞ。いや、トレーニング見てる限りはね、それネタでやってんのかどうかわかんないから。あんな格闘技やってる人からしたらさ、いや、これやばいぞっていうレベルだよ。パンチ打ててないもん。身体能力は高いと思うけど、パンチとかド素人で多分人殴ったことないと思うよ、あれ。だからスポーツ少年でしょ。油断させるためのカムフラージュかな。本番キレッキレのパンチ飛んでくんのかな。あれ本気でやってるとしたらまずいぞ、マジで。油断はしてないね。あいつ俺の動画とか見てんのかな。ほんと怪我すると思うよ。俺殺しに行くよ、ほんとに。試合では。だって自分がやられる可能性あるわけだから。殺す気で行くよ。大怪我しても知らないよ、俺。大丈夫かな？まあ、いっか。相手のことだから。そんなことより自分のことだよな。相手の選手を気遣ってる余裕ないわ。
格闘技の試合する。そう、便所太郎さんの企画で、本当にリング借り切って300人ぐらいの箱なんだけど、ちゃんと興行とかプロレス団体とかやってるところでやるの。圧倒的実力、みんなはどう思ってんの？なんか、俺のところでさ、和道絶対負けるわって言ってるけど、それ本気で言ってんのかなと思って、マジかと思ってるんだよね。みんなはどっちが勝つと思ってんの？マジな話。ネタじゃなくて。見た練習。テレジャンビーの。よくこれで余裕で勝てるって言ったなと思ってびっくりしたんだよ、俺。本当にびっくりするレベル。引いたレベルだよ。殴れんのかっていう。はっきり言って猫パンチなのよ。トイレ行ってくるわ。弱そうだよね。トレーニングやる？今から。いや、判定なんて生ぬるいことやんないよ。絶対 KO だよ。16オンスとかも嫌なんだよな。8オンスでやりたいんだよね。16オンスってさ、練習でも使わないぐらいのグローブだから、だいたいボクサーの練習で12オンスぐらいなんだよ。だから怪我しないようにっていう配慮なんだけど、弁当太郎さんの。俺8オンスでやりたいんだけど。16オンスでかすぎるから、パンチが当たんねえんだわ。当たるけど、クリーンヒットしづらいの。8オンスでやらしてくんねえかな。そう思わない？ 16 オンスなんかアンパンマンみたいなやつだよ。遊びじゃねえんだからさ。どう思う？みんな。無理なんかな？素人だからしゃあなし？まあな。でも16オンスで多分クリーンヒットしてもダウンにならないと思うよ。KO できないのが嫌なんだよね。なんか沸かせたいじゃん、やっぱ会場。ガチの殴り合いが見たいわけでしょ。ネタとかやるつもり全然ないかんね。悪いけど。そのつもりでさ、圧倒的体力差のある相手とやるわけだから。こっち死ぬ気でやってんだよ。舐められてるわけだから。8オンスにした方がいいよね、絶対。30分トレーニングやります。
後半しか見てなかった。いや、大丈夫かなと思って。よっぽど舐められてるか、よっぽど自信過剰か。多分あれ、怪我するぞ、本当に。まあ、いいか。自分が怪我しないようにすれば。あれ、なんで逆になるんだろう。なんでなんだ。巻き方変なのかな。必ず逆になるんだよね、最近。何の件って何？申し訳ないけど、今の君の発言も甘すぎる。グローブの重さ抜きにしても君の思うような試合展開にならないよ。君の思うようなっていうか、俺別に試合展開言ってないけど。生活保護の場合、自分、経費の分とか関係なく没収ですね。ん？何の話？ 俺今試合展開のこと言った？高橋君。言ってないよね。なんでだ。なんで反対なんだこれ。俺素人だよ、全然。俺全然素人だよ。でも、チャンピンの動きはさすがにひどすぎるよ、あれ。多分、負けることは絶対ないレベルだね。あれ、おかしいな。合ってるな。どこで間違えてんだ俺。役所の100万の請求は無視して OK な気がする。いや、無視しないよ、全然。納得してないから。それを見てないから比べられない。何それって。いや、まあ結果で出すよ、全然。結果は嘘つかないから。でしょ。今の発言覚えといた方がいいよ。俺は結果出してきてるから。テルの動き？テルの動き見たよ、俺。テルの動き見て言ってんだよ。さっき生放送見たの。で、大丈夫かって言ったの。見てないんでしょ？見てなかったら、それむちゃくちゃ無責任な発言じゃん。無視して差し押さえとかなく何もなく終わる気がする。無視しても差し押さえはできない、向こうは。ただ俺は日本人のためにこれは納得いかないから裁判を起こす。憲法違反だと思ってる。だから事なかれ主義だったら全然それでいいと思うけど、全然納得いかないから、向こうの言い分鵜呑みにしたくないからさ。そうだよ。返す義務なんかない。返済要請っていうか、返済のしてくださいねっていうのは来てるけど、納得いかなかったら返さないでしょ。で、そのままなんか黙ってたら、かっこ悪いから、訴えようと思ってるね、俺は。君は大丈夫だ。だって、間違ってることやってるのは向こうなわけだから、っていうのが俺の主張なわけじゃん。だったら正々堂々とやろうよって。裁判で勝ってさ、大恥かかせてやろうと思って。
それが大人のやり方じゃん。法治国家の。パチンコしたら生活保護打ち切るとか、裁判すると勝つのはこっちなの。そうだよ。日本にはギャンブルなんて存在しないんだから。ゲームセンター行ったらダメなのって話になるでしょ。ワドウもテレチャンビも素人の動きだけど、ワドウの方が、俺全然素人だよ。ただ、いくらなんでもテレチャンビひどすぎる、本当に。さっきの動き見て、引いた。舐めてんなと思って、それで余裕だよって、あいつに余裕だよってコメント打たれた時に、マジで言ってんのかと思って。まあでもね、体力差があるから、普通にガチンコも多分殴り合いになると思うんだよ。そう、テクニックとかじゃなくて。そうなってくると普通にその体力あるテルの方が有利だから、まあ、確実に体力つけて仕留めるパンチ打たないとね。ないと俺が恥かくね。まあ、それが楽しみなわけだからね、リスナーは。大恥かくのを見たいわけでしょ、俺が。もしくはテルチャンピンが。プライドとプライドのぶつかり合いだよね。リスナー同士の。自分の好きな配信者を絶対勝ってねっていう。テルはまだ24だよ。だからめちゃめちゃ不利だよ、俺。で、あいつはスポーツ万能でサッカーめちゃめちゃうまい。要はスポーツマンだったのよ。だからはっきり言って、普通に考えたらテルチャンピンが勝つの。あれ？また逆になったな。どこでだこれ。なんだこれ。また逆になったんだけど。なんだ？どこで間違えてんだ俺。マジでわかんねえ。じゃあ練習枠やります。お疲れ様でーす。ここでこうねじればいいのか。練習枠やります。お疲れ。審査請求っていうか不服申し立てをやります。じゃあまた後で見に来てね。どれやつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。